GR タローランファンデム発売中。やってね。車検のアコバック、本日はですねぐるぐるぐるっと回って盛りだくさんなんですが、おね、我らがチーム AJ、 そして AE。 AJ ってあれ何の略ですか？何の略っていうか、まあチーム AJ っていう、まあ会社というか。そうですね。はい、あの大事です。アジスタンの AJ で来るんですか？そうだと思います。そうです、はい。アコジマじゃないですよ。アコジマじゃないじゃないですね。すいません、それがそれが言いたかったんですね。そう、はい、で、車の方行きます。はい、前回から随分色が変わったみたい。そうですね、一応まあ本ちゃんのボディというか、そうですね、前回、まあいつも赤なんですけど、今回はもう初めて青というか、まあ自分が思ってるアソシエイテッドのなんかイメージというか、はい、をなんか、そうですね、なんか勝手に作らせてもらいました。はい、では、あ、これもフェンダー加工してます。ベンダー加工しますね。ベンダー加工で、ペインターの方ですね。そうですね。ふっくんさんですね。いつも赤ばっか塗ってるわけじゃねえぞと。そうですね。はい。バリッと決められるんだぞと。本人困惑してましたけどね。青ですかと。赤じゃない。そう、青でいいんですかと。なんか、わかります、その気持ち。そうですね。前後とも OD、極みですかね。はい、OD の極み、7ミリですね。7ミリの、バズブレイク。はい。はい。これなんかすごいですね。ウィア、エイ、エイ。アソシエイテッド AJ、 すごいなぁ。重そうゴリゴリです。ゴリゴリに、ね、とりあえずそうですね。あ、ウェーブ、ま、どのウェーブさん？ウェーブは昔からある、あ、そうです、あの茅ヶ崎にあるプロショップウェーブ、はい、もうお世話になってるんで。はい、金が、はい、すいません。はい。パッカーいけますかね。はい。あ、いいです。俺、そう。はい、あ、俺ないです。はい、お手本マシーンですね。お手本マシーンですね。すん、そうですね、一応。お手本になるような。根を目指してはいます。特に、前回から、はい、激しくオプションとかそういったものは、そうですね、一応今ある純正のパーツの中で、はい、セットをしてるので、はい、変えてるとこっていうのはアクセルをバギー用の一体型を入れてます。そのぐらいだと思います。え、アクセル青いんですか？そうなんですよ、アルミで青いんです。なるほど。そうなんです。え、これ上下もこれ青でしたっけ？そうです、そうです、そうです、そうです。で、唯一、その下のキングピンをつけれるところなんですけど、はい、その下の部分を、ここですね、ここ。はい。ここを自分は逆付けして、キングピン、あ、をついてない状態に持ててます。キングピン。ゼロ、そうです、はい。それぐらいですね。あとはもう本当説明書通りで、っていう感じですかね。キングピンを嫌った。そうですね。キングピンの人。そうですね。ザ・キングピンの人です、ね。ザ・キング。キングピン・オブ・キング。まあ、まあそうですね。はい。3話目か。あれ、あ、レボックスかな。そうなんですよ。あー、ここで、これなんですね。そうなんです。
意外と3話との相性も悪くなって、ハンチングも少ないんで。はい。これは、ロスですね。なんか、行きたいなっていう願望っていうんですかね。行ってないですね。そうですね。願望、願望です。はい、あれモーターこれですか？そうなんですよ。なるほど。はい。あの、前回、大磯の、ドリームツアーに出させてもらったんで、その時に 13.5 をとりあえず、まあ、借り合わせというか、それを付けさせてもらって。なるほど。なんかこのセンサーケーブルなんかあれじゃないですか。AE ブルーなんじゃないですか。そうですね。一応なんかTWACさんの方で出てるんですけど、まあ、ちょっと今回は青っていうことで、はい、まあ、なんかちょっとシャレ系つけようかなと。出ました。ブルー、ブルー。そうですね。多分ウエイトもそうですよね。そうですね。ウエイトは全部 T-WAX ですね。はい。これバネ、サスとかは純正なんですか？はい、そうですね。バネ自体も純正のバネを使ってます。で、はい、後ろがちょっとパツパツになっちゃうんで、受け皿だけちょっとダウンのやつをつける。車外の。でもバネも純正ですね。はい。マフラー。この青。ああ、マフラーのためのステール。そうですね。これはね、あ、まあここですよね。この。そうですね。そうですね。そうですね。はい、まあ自分昔からこう前に出してつけてるんで。横止まりするんです、まあ、巷じゃオカルトだって言われてますけど、まあ、オカルトでも止まるなら止まる方がいいと思っています。はい、結構多いですからね。そうですよ ね、 そうですね。オカルト部部長なんで。あれこれこんえこういう感じのスパでしたっけ？そう、スパがあのスリッパっていうでしたっけ、バギー用の、もともとそれなんですよ。で、ネジ自体が、まあ本来は裏に組むんですけど、あ、はい、なんか、どうせなら突起見えてる方がいいかなと思って逆に組んだだけで。で、スパ自体も、普通の、3本で止まってるんですけど、はい、普通のやつもつくんで、ちょっとシム調整してあげれば普通のもつくんですけど、ただ意外とこのスパが、なんて言うんでしょうね、ちょっと粘る感じのスパで、意外と僕は嫌いじゃないかなっていう。あ、これ外側に向いてこれ回ってたらあれですね、指ぶつけたら食われます、ね、そうですね。危ないですね。はい。ぜひ触ってください。近寄んなよってことですね。まあそうですね。これね、なんかやってる。え、このナットって何なんですかね。それも T-WAX さんのナットなんですよ。はい、一応面が広くて、はい、自分極みしか使わないんで、はい、極みのサイズにぴったり合うナットを探してつけました。はい、前後とも同じナットで。そうですね。ブラッカーを失礼します。ブラッカーを、あ、綺麗に、うん、綺麗に小細工なしで、小細工してません。はい、元気いっぱいに走っておられますからね。そうだといいんですけど。元気いっぱいですね。はい、良かったです。直近の今後のご予定は、はい、大会などの、はい、大会は次の大会はちょっとまだ何もまだ考えてないですけど、はい、正直自分まだRCDC の方の予選通れてないので、で最後の隅ヶ丘には出ようかなとは思ってますけど、はい、あと自分ごとになっちゃうんですけど、はい、バリドリーが10月の13日で小原ツインサーキットで、その時にラジコンをもうやるんで、
はい、まあよろしければ皆さんラジコン持ってきていただければプラダの上で走れるんで。わかりました。はい。9月13ですね。そうですね。はい、9月13ってなんか界隈ではいろんなイベントが重なっちゃってて。そうですね。はい。まあなんかドライブがてらでも遊びがてらでも来ていただけたら。はい。はい。了解です。では AJ& Wave で A ですね。最後映っときます。いや、大丈夫ですよ。どうせ、ね、柄悪いんで。そうですね。まあ、柄悪いんで、あんまり映んない方がいいかなと思ってますけど。では、まずは、11月3日でしたっけ、あすみが丘。そうですね。ね、そこ突破の、今年はつくば。そうですね。楽しみにしております。はい、ありがとうございます。一応今回権利はずっと取ってるんで、今年もできれば権利取って本戦には出場したいなと思ってるんで、はい、はい、頑張ります。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、えいえいおう、よし、ありがとうございます。知られざる阿蘇市の秘密、ボックスオープン。このね、上手に開けられなさがちょうどいい。これこの遊び心は可愛いんじゃないかなと。ほら、こっち側もね、こういうとこなんですよ、こういうところね、ドアもうちょっとガシガシしてるところ。チームアソシエイテッドというわけで、これはね、あ、リーディーね、必ずセットですね。というわけで、ちょっとおまけコーナーでした。